三上秀夫三上秀夫3月29日から1983年8月17日は日本の弁護士、政治家、衆議院議員。広島県江蘇郡口北村座区内で三上滝蔵、鹿夫妻の長男として生まれたが、母は産後に死去した。口北尋常小学校、口北高等小学校を経て、1906年、各松室学院に入学。 1909年、新類を頼って大阪市に移り、関西商工学校に入学し、風呂屋を経営して、学費を稼ごうとするも失敗。1910年に上京して、日本大学に入学し、1913年、同大法律科を卒業。1914年11月、会計検査院職官となる。1917年、弁護士試験に合格。 1918年1月、弁護士登録を行い東京弁護士会に加入。不戦運動に加わる。1919年、三上法律事務所を開設。1924年、東京弁護士会副会長に就任。1928年、東京府会議員に当選。1929年、東京府豊玉郡杉並町会議員に当選し、議長に就任。 1932年2月、第18回衆議院議員総選挙に、東京府大国から立憲政友会公認で出馬し、当選、衆議院議員を一気務めた。1936年、杉並区会議員、1937年、東京市会議員にそれぞれ当選。1938年10月、中国に渡り、観光陸軍特務部職宅に就任。以後、 武漢治安維持指導員、武漢市政府顧問を務めた。1939年11月、上海で弁護士事務所を開設し、国策会社の顧問、上海市政府中央市場法律顧問、上海総力法国会執行委員、上海青年団理事、上海居留民会議員、同参事会員、上海居留民団学務委員などを歴任した。1945年春、 上海から引き上げ、戦後、故郷で衆議院議員選挙出馬の準備を行っていたが、公職追放となり、1951年に追放が解除された。1952年10月の第25回総選挙で東京都第4区から出馬したが落選した。1967年4月、杉並区議会議員に当選し、1975年3月まで在任。 同議長も務めた。その他、東京地方裁判所司法委員、東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長、助走会理事長、日本大学本部顧問、同交友会顧問、寸大学園理事などを務めた。ありがとうございます。